目撃した犯行の瞬間、彼らと店主氏が揉み合っている時、私は店の入り口のところにいました。はい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 。まあカレンダーの近くでしょうからね。店主氏がネミンを突き飛ばした時、腕に鋭い痛みが走ったのです。それは何？撃たれたってことでしょ？店主氏の後を追って扉の小さな覗き窓から部屋の中を見た瞬間、黒いコートを着た被告人が背を向けて逃げようとする店主氏を撃ったのです。店主氏の背中から飛んだ血が被告人のコートにかかるのがはっきり見えました。え、血がかかったの？これって結構大事じゃないの？店主氏の背中から飛んだ血が被告人のコートにかかるのか。あ、なるほど。わかった、言いたいこと。そっかそっか。確かに、あのコートって血がめっちゃついてたんですよ。でも、それは、ホームズさんのね、薬品のあれ使うと、紫色になって、つまりウォルターさんの血だったんだよね、あれは。でもそれってさ、世間に認められてないから、世間からしたら、ただ血がついてたってことで終わりですからね。この話が通ることになってしまう。被告人は覗き窓から拳銃を投げ捨てたので、拾って逃げました。はあ。どういうことでもそれ。拳銃を投げ捨てた。だから実際、ハツさんを殺した拳銃は、あなたが持ってると。ジーナさんはなんでハツさんの拳銃持ってたんだろうね。謎。今の証言はどういうことですか？被告人の犯行の瞬間を目撃したというのですか？まあそう言いたいんでしょうね。だって、そういうふうに、むしろそういうふうに言わないとあなたが犯人ですからね。追い詰められてるってことでしょう。静粛に。むしろあなたはそういうふうに言うしかないってことだ。このような証言をするつもりはなかったのですが。やってもいない殺人の罪を着せられるわけにはいかない。いわば自衛のため真実を述べたまでのことです。いや、絶対嘘だと思うな。覗き窓から見たんですか？はあ。真実ですって？検察側としても聞いていない情報ばかりだが。申し訳ございません。私の腕を撃ち抜いた店主は、あのスリに背中を撃たれて死んだのです。なるほどね。で、その拳銃は投げ捨てて、それをあなたが拾う。てかさ、待てよ。ってことはあなたは、三丁目の拳銃はジーナさんが持ってたっていうふうに言いたいわけですね。ここに来て。今までそんな風には言われてなかったのに。まあ、ハチさんの拳銃はあなた撃ってるからね。それで殺害したわけではないだろうから、新たな拳銃の存在は絶対必要なんだけど、それをジーナさんは持ってたと。返り血はもちろんその時のものでしょう。被告人のコートに被害者の血が付着した、間違いないか。いや、違うんですよ。それ、モルターさんの血なんですよ。ええ、間違いございません。あのスリメが事件の日に着ていた黒いコートでございます。なんですと？我々も調べたんですよ、それは。本当に血痕が付着していれば決定的な証拠になるのですが。その検査であれば可能である。え？まあ待ってくださいよ。
ごく最近ドイツの科学者が人間の血液を検出する技術を開発した。どこかの怪しい探偵の作ったインチキの薬品とは違う。ホームズ君の理論は本物なの。インチキなんかじゃない。実証こそが科学なのだ。理論など役に立たぬ。でも現に検出できたのに。まあでもそうだな、認められてなきゃ意味はないか。すでにドイツでは裁判の証拠として採用された実績もある。その試薬が我がヤードにある。裁判所のお許しがいただければ。今すぐにでも被告人の口座を調べることができるのだが、これちょっと不利になるんじゃないか。やらせない方がいいんじゃないのこれ。ふむ。まずいよ。なるほどくん。それはちょっとこのままだと。大量に血ついてるもんね、あそこね。え？だってジーナちゃんのコートには、確かに血がついてるもん。今それを調べられたら。あ、そうか。昨日留置所で、そうだね。でもあれ、モルタヤさんの血なんだけどな。はい、行くよ、ジーナちゃん。動いちゃダメだからね。すげえついてんだよね。ハッサの血じゃない。あれは、今から2ヶ月前。あのコートを着たメグンダルが、モルター氏を刺した時の血。これ、裁判所弁護側はその検査に反対します。そうです、今更そんなことする意味なんてありますか。ないですよね。却下します。ですよね。万事休業、大至急その検査をお願いします。仰せのままに。ってことは、でも待てよ、ってことはクログレーさんはあのコートにおそらくモルターさんの血がついてることは知ってたんだな。その間に弁護士を尋問を進めるように。コートから血が検出されたら、ジーナさんは弁護人は、はい、尋問を命じます。まあまあまあいいでしょう。わかりました。この尋問、何か決定的な手がかりを見つけないと。なんだかとても嫌な予感がする。そうだな、後にあれが検出されるということは。彼らと店主氏が揉み合っているとき、私は店の入り口のところにいました。あのカレンダーの近くでしょうね。パチさんは店の奥の保管庫から出てきたのですね。あなたもってことは、だからさ、写真撮られてないんだよね。ちょうどよくあなたも偶然に運が良かったんだな。カウンターを物色していた彼らに猛然と襲いかかっていきましたからね。手には拳銃を持っていました。近くにいなくてよかった。俺今まであんなに怖かったことなかったんだぜ。強かったんだな、ハッチさんは。俺たちは泥棒であって決して強盗じゃないんだぜ。拳銃を持っていたくせに何を言ってるんですか。そんなことやられても文句なんか言えないんですよ、あなたたちはね。その時入り口のところにいたというのは、私は入り口付近の雑多な品物が並べられた棚を眺めていました。あなたはむしろあのオルゴールのことにしか興味がなかったですからね。それを探してたのか、しながらになったオルゴールを探していたのか。店主氏はネミに飛びかかっていきました。てかそうだよな、わざわざさ、クログレさんも別にわざわざハチさんを殺す必要なんてないんだよね。だってそのしながらになったそのさ、オルゴールさえ回収できればいいんだからさ。タリーが加勢して2対1だったので楽勝だろうと見ていたら、どうもそうではありませんでした。ネミを助けるつもりが、俺がカウンターに組み伏せられちまって、そこで俺が拳銃を向けたら、親父さんやっと逃げていきましたぜ。ふむ、か弱い質者に対して二人がかりとは卑怯の極みです。ゲスの極み、まさにそれ。
天守氏がネビンを突き飛ばした時、腕に鋭い痛みが。突き飛ばした時に痛みが。ほう。つまりその時に撃たれたということですか、ハチさんに。え、あの時は一瞬気がつきませんでしたがね。でもパンパンって2発音が聞こえたっていう話なんですよね、ジーナさんからしたら。だからおそらくその時にもうすでに撃ってるんですよ、あなた。争っている3人が机の上のものを払い落として大きな音がした。その瞬間だったので銃声が聞こえなかったのです。銃弾はそのまま背後の壁にかかっていたカレンダーに当たったのですね。そうなのでしょうね。腕を見ると出血していました。とにかくハンカチーフで縛ったのですが、医者に行くわけにもいかず傷が塞がるのを待つしかなかった。2日経って血は止まった。そう思っていたのですがね、まあ、あんだけ腕振り回せば傷も開くわな。ハッチ氏は機構を狙って発砲したのであろうか。まあおそらく違うでしょう。だったら外してないだろうし。さあ、多分私のことは気がついていなかったと思いますよ。拳銃が暴発したか、狙いがそれたのでしょうね。あの親父に拳銃を向けると、あいつは俺を突き飛ばした。それで奥の扉に向かって逃げていったんだぜ。ほうほう、まあその辺はまあいいや。そして証人はどうしたか。天守氏の後を追って扉の小さな覗き窓から部屋の中を見た瞬間、もう閉まってたんだよね。あなたは逃げたハチさんを追いかけたのですか。自分でも理由は分かりませんが、私は店の奥に向かったのです。扉の覗き窓というのは、ああ、なるほど、さんも見てたやつだよな、多分。保管庫の扉は頑丈な重い木製なのですが、まさかここで覗き窓が関わってくるとはな。確かに部屋の中の様子を見ることのできる小窓がありました。そういえば、僕自身もあの時そこから見たのだったな。そうそうそう。そうだよね。そこのデコボコ兄弟は見なかったのか、その覗き窓を。滅相もない、見てませんです。そもそも覗き窓の存在すら知らなかったでしょうね。確かに結局、あの兄弟は犯行を見ていなかった。保管庫の中では逃げ込んだ天守氏とあの少女が立っていました。はいはいはい。被告人ですか。覗いている私には、二人とも気がつかなかったようですが、少女は手にした拳銃を天守氏に向けていましたね。銃を持ってたと。そもそも持ってたっていうふうに言いたいんですよね、あなたは。それからそなたは何を見たのか。ジーナさん、銃なんか持ってなかったと思うんだけど。黒いコートを着た被告人が背を向けて逃げようとする天守氏を撃ったのです。確かに事件が発見された時、被告人は拳銃を握っていました。その拳銃はハッチ氏のもので、弾丸は一発しか撃たれていません。ここに関してはどうなんですか。ハッチ氏の拳銃で撃たれたのはクローグレイさん、あなただけです。その時スリが持っていたのはあの天守の拳銃ではなかったのです。私を撃った天守氏の拳銃、探偵を撃ったティンピラーの拳銃、その2つとは別のいわば三丁目の拳銃があったのですよ。ジーナさんが持ってたのはさ、スモークランチャープロトタイプでしょ。あれは拳銃じゃないですから。天守の拳銃が凶器でない以上、当然三丁目の拳銃は存在する。でもさ、ジーナさんが写真撮られた時にさ、だったらその時にジーナさんは自分の拳銃を向けてるはずじゃん。なんでハチさんの拳銃をさ、持ってるところを撮られてんだよ、あの写真は。つまり被告人はあらかじめ自分の拳銃を持っていたことになる。でも現場から3丁目の拳銃は発見されていません。そこであなたですね、クックック。慌てないことです、弁護士さん。この後の話なんだよな、ちょっと気になるのは。何ですって？
物事には順序がある。きちんとお話ししますよ。天守氏と少女は睨み合っているように見えましたが、いきなり天守氏が逃げようとしたのですよ。その瞬間、少女は背後から天守氏を撃ったのです。なんということでしょうか。ああ、その後だよ。その銃をどうしたんですか。天守氏の背中から飛んだ血が被告人のコートにかかるのがはっきり見えました。これはね、何とも言えないわけですが、血が飛んだ。あの覗き窓からその瞬間が見えましたね。真っ暗なコートでしたから今はほぼ見えないでしょうが、あのコートは天守氏の血で汚れているのですよ。確かにあのコートには血の跡が残っている。そのことをあなたは知ってるんだね。でもそれはハッチおじさんの血じゃないんだよ。そう、2ヶ月前メグンダルがモルター氏を刺した時の血だ。ホームズ君の薬ならそれをはっきり立証できるのに。ホームズさんってやっぱすごいんだね。でも法廷が認めてくれない限り証拠にはならないみたいだよ。そこだよな、難しいところだ。被告人は覗き窓から拳銃を投げ捨てたので。これさっきも聞いてる時に思ったんだけどさ、やっぱなんか不自然だよね。待った、なんですって覗き窓から拳銃を。あそこから。天守氏が倒れた後、あのスリがこっちに歩いてきました。こっちというのは、まあその扉側ってことだよね。保管庫の扉の方です。覗き窓から見ていましたからね。私は慌てて扉から離れました。すると彼女は覗き窓から扉のこちら側に拳銃を落としたのです。不自然じゃないですかそれって。どうしてそのようなことを。わかりませんね。凶器をどこかに捨ててしまいたかったのでしょう。私は思わずその拳銃を拾って自分のポケットに入れました。それも不自然じゃないでしょうか。放っておけばまた何か起こるかもしれない、そう思ったのです。いや、おかしいでしょう。その一連の行動おかしいと思います。その流れが。それでは3丁目の拳銃はそなたが現場から持ち出した。ところでその拳銃はどこにあるんでしょうか。ええ、そういうことになります。ふむふむ。そして後始末を2人に任せて、私は先に質屋を後にしました。後始末。机の周りは散らかっていたので片付けておくように。そんなママの言いつけみたいな命令をされたんだぜ。なるほどね。お前たちにはそれだけのお金を払ったからな。うずく。クログレさん、店を出た時あなたのポケットの中には2枚目のディスクが入っていたのではありませんか。貴様。あ、なかなかしつこいですね。あなたはそのディスクだけを回収したのか。そのオルゴールを開けて。いやいやいや、これは放っておけないでしょ。何ですかこれは。どうすればいいのこれ。グレグソンさん、何イチャモンつけてるんですか。この人に話聞けばいいのかな。ちょっと何やってんですか本当に。よろしいですかそこのお二人。何を揉めてるんですか。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、ぜぇぜぇぜぇ。おかしいですよグレグソンさん、なんかこの法廷始まってからこれ何かありましたから。いや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 、何もなかったですよみたいな感じの顔してるんですか。今何やら大変な勢いで揉めてたじゃないですか。ひどいぜ。この刑事さん。どうしたんですか？何をされたんですか？どうしたのですか？俺の胸ぐらをぐいっと掴んで、こう言われちゃったぜ。三丁目の拳銃のこと、どうして警察で言わなかったのだなんて。まあまあまあ、そうだよね。どうして言わなかったのですか？だって知らなかったもん、そんな覗き窓なんて。だから、つまり、あなたたちが知らないぐらいですから、
そんなことはなかったと思うんですよ。そのジーナさんが拳銃を落としてそれを拾ったっていうことは多分ないんですよね。申し訳ない、ついカッとなって怪我はないから。目が笑ってねえんだぜこの刑事さん、怖えんだぜ。三丁目の拳銃のことをなぜ言わなかったか、なんだろう、ちょっと引っかかるな。あのグレグソン刑事が感情的につかみかかるなんて、本当に拳銃のことであなたはそんな感情をむき出しにしてたんですか。そうだよね、グレグソン君、いつもだったら私が何を言ってもニコニコしてるのに。あ、まあそれに関してはまあまあまあそうだね、また別の事情があるのかもしれないですけどね、それをまああえて言いませんが、とにかくなんだか不自然だ。そうだね、今回の標的はグレグソンさんかな、これは。あれ、終わっちゃった。裁判長殿。あ、まさか。この尋問を一時中断をお願いいたします。もしかして、検査しちゃいました?何ですかな、係官よ。先ほどご命令のあった検査の結果を持ってまいりました。まず先に見せてもらえないですかね。被告人のコートに付着した血痕か。それが誰のものとかまで分かればいいのに。分かりました。一時で尋問を中断します。よろしいですな、弁護士よ。はい、分かりました。まあ、そう考えたら今のその科学技術はすごいですよね。誰だか分かるわけですからね。その血液が誰のものか。これはやはり。グレグソン刑事、報告を命じる。は。被告人ジーナ・レストレードの黒いコートから、人間の血痕を検出。付着の状態からその身に、返り血を受けたと思われる。以上であります。まあまあまあ、それは知ってましたから。なんですって。特に驚きもないんですがね。ほら、申し上げた通りでしょう。いや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 、それをさ、だから、ね、別に、パッチさんの結婚だってなぜ決めつけられるんですか、それ。もともとそのコートって誰のものでしたっけ、メグンダルさんのものですよ。そのコートに付着しているのはパッチさんの血ではありません。どういうことですか。そのコートはそもそも、小銭メグンダルのものです、そう。そうです、小銭恵んではその晩レンガ職人のモルター氏を視察しました。コートに付着しているのはその時のモルター氏の血なのです。死者は黙して語らずか、いいか日本人よ。はい、でもその可能性だってあるじゃないですか。今から2ヶ月前飛行はこの法廷で恵んだらの無罪を主張していたではないか。いやだから、まあ、さっきも言った通りね、ジーナさんは嘘をついてましたと。本当はね、下の席には、モルターさんも一緒にいたんですよ。で、そういう風に揉めてたんですよ。で、メグンダラさんはこのコートを預けたわけですよね。それに大量の血痕がついてた。返り血みたいな感じで。つまりはメグンダラさんがやってたっていうことを、今ここに主張したいと思います。あの者が死んだ今になって、今度は彼を殺人犯呼ばわりとは。とてもまともな弁護士の主張とは言えぬ。まあ、そう思われても仕方がないことだと思うんですけど。それはその、そうですぞ、それはフェアではない。フェアではないっつったってさ、本当にそうなんだもんな、だって。第一、そのコートの血が2ヶ月前のものかどうかなんて、どう立体的に見たって、わかるはずがないでしょうよ。だからホームズさんの、あの薬品で、だからそれは、シャーロック・ホームズさんが開発した化学薬品。ホームズさんは探偵さんじゃ、科学者ではないではないか。いや、あの人探偵というより科学者に近いと思うんですけど。我々の見立てでは、あなた電気通信士が作った薬なんて信用なさるかしら。いや、まあその人次第でしょうね。私腹ペコの少年にピロシキを差し出したら泣いて逃げていきました。関係あります。
関係ありますかそれ。見た目で判断されてショックだった話じゃないそれ。シャーロック・ホームズは通称小説の、あ、通俗小説の登場人物。現実の法廷では通用しない。それだけのことだ。そんな。どうやらこれではっきりしましたね。私の証言は全て真実であったと。いや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 、まだわかんないでしょう。どういうことですか。被告人のコートには証言通り被害者の返り血が付着していた。本当に目撃していなければ証言することは不可能だ。つまり証言は正当であり、その結論はただ一つ、被害者を撃ったのは被告人である。それこそが真実なのだ。このままだとまずいな。このままだと裁判長閣下、あれ、うわー、これは陪審員の評決が決まった予感だな。この老兵、閣下に申し上げたいことがございます。陪審長、何ですかな。今ついに我々は最終的な結論に到着した。いかがであろうか、我が小連隊の戦友たちよ。これまた最終弁論やれんのかな。おお、有罪有罪有罪。これはさすがに3度目って聞いてくれんのかな。有罪。一応権利はあるでしょ。なるほど、そう来ると。どうやら陪審員の評決が一致したようです。いや、最終弁論やる権利ありますよね。やらせていただきますよ。弁護側はこの証人の目撃証言を崩すことができなかった。今度こそこの6名の評決を覆すことは不可能だろう。ふぅ。ふはは。なるほどな。まさかここまで来て、状況が大逆転するなんて。やれやれ。実に悲しいものだね。信用がないというのは。誰だこれ。そうは思わないかな、弁護士くん。係官、係官が、急に係官が、そなたは？先ほどこの資料を届けた法廷係官ではありませんか？僕はね、時折こう思うのだよ。ミスター、なるほど。この喋り方は、科学的事実は、科学が決めるのではない。それを決めるのは他でもない。人間なのだとね。この声。この喋り方。まさか。ああ、大丈夫なんですか。あなたここ来ちゃっても。ホームズさん。まさかホームズさんが法廷にまで来るとはな。なんですって。